そろそろショーの時間だぜ。早くライガに会いに行こう。今さらだけど、ライガって何？なんだけ話したのに覚えてねえのかよ。ヒーローだよ、ヒーロー。俺が愛してやまない特撮ヒーロー。ああ。今度ライガのオーディションがあるんだ。ショーじゃなくてテレビの方だ。だからこれ見て気分を上げておきたいんだ。気合入ってるな。当たり前だろ。俺がこの世界に入ったのはヒーローになるためだからな。稲妻の力まとい正義の牙が悪のバルハラ製薬の野望を打ち砕く。その名も始まるみたいだ。お、お。稲妻の力まとうし正義の牙が悪のバルハラ製薬の野望を打ち砕く。その名もマスカレイダーライガー。ライトニングシステム、コンディショングリーン、ブーストアップ、くらえ、うわー。みんなの応援のおかげでゲノム怪人を倒せたぞ。ありがとう。あー、やっぱりライガーはかっこいいな。そうだろ、イツキ。かっこよかったよ。お前が夢中になるだけはあるな。だろ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 、してよかっただろ。こうな、マスカレイダーライガーでな。邪魔なんですけど。バカじゃないの、いい年こいてさ。なあ、で、お前誰だ。別に誰でもいいだろ。こんな作り物にマジになってバカじゃないの。じゃあなんでお前はショー見に来たんだよ。お前だって好きなんじゃねえのかよ。全然。こんなのだいたいさ、うざいんだよね。友情とか正義とか勝利とかさ、そんなの全部話の中だけの作り物だって。なっ、ヒーローだってさ、いるわけないじゃん。なあ、お前どうしてそんなやさぐれちゃってんの。別にいいだろ、あんたたちには。あのさ、だったら今度テレビ見てくれよ。俺新ヒーローとして登場する。どうでもいい。どうしてあんな嘘を。まだオーディション受かったわけじゃないだろ。あいつの寂しそうな顔を見てたら、なんだか放っておけ。子供たちを笑顔にする、それがヒーローってよ。とはいえ、えらいことを口走ってしまった。だったらオーディション何としても受からないとだな。ああ、何が何でも押し通るぜ。そこで一つ頼みがあるんだ。
修行に付き合ってくれないか。まだまだアクションのキレに不安があるんだ。オーディションまでに仕上げておきたい。しょうがない、トーマを嘘つきにはできないし。オンに切るぜイツキ。それじゃあ修行のプラン考えておくぜ。着いたな。よっしゃ、それじゃ早速始めますか。俺には今一つわからん。お前がヒーローという肩書きに固執する理由が。英雄というのは行為の結果としてあるもの。それを目指すというのは。見てろって、俺が教えてやっからよ。熱いヒーロー魂ってやつだな。まあ、お前が修練を積みたいというなら反対する理由はない。おう、行くぜ、カイン。敵の気配は消えたようだ。俺が力に決め、いきなりか。先輩らしいとこ見せねえとな。はっ、ざっとこんなもんや。俺たちの力を見せるぞ。ああ、くらえ。よし、倒したぞ。終わったらパフェ食べるんだから。食べ過ぎは禁物よ。くっ。俺らのコンビネーション、見よっ。セーフ。みんなの応援のおかげだぜ。どうだトーマ、もうかなりの数を倒したと思うんだけど。ああ、なんか掴めた気がする。キレのあるアクションとは、素早い足運び、テンポ、呼吸、そして思い切りだ。これでバッチリだぜ。サンキューな、イツキ。
すっごい。パフォーマー新しいレディアントス。パフォーマこれでいいかな。それじゃあ行くよ。これからも俺は突っ走るぜ。いよいよ選考会だな。緊張してきた。これに受かれば晴れてお前はヒーローとしてテレビとやる。おう見てろよ、お前にヒーロー魂ってやつを教えてやんよ。まあ楽しみにしてるぞ。修行の成果存分に示してこい、トーマ。ああ応援よろしくな。見切った。なに、俺の猛牛爆心をかわしただと。ライトニングシステムコンディショングリーン、フルブーストうなれ、ライガーキック。あ、ちょっと、いや、なかなか華々しかったな。主に散り際が。な、すげえだろ、かっこいいだろ。わかるかな、わかってくれるかな。ライガーキック食らった時ののけぞり。もし全日本のけぞり選手権があったらベスト4には残れそうなこの見事なのけぞり。顔出ちゃってたけどね。番組のオーディションは落ちちゃったし、代わりに決まったのがヒーロー賞。それも怪人役だったとはな。でも今回の怪人役、監督の紹介だったんだろ。経験積んでこいって。そんなに捨てたものじゃないと思うけど。だがしかし、だがしかしだ。やーい、嘘つき。そりゃもうさ、今度あの子に会ったら誠心誠意謝るしかないよな。思うようにいかないのが人生ってやつだ。これを糧に鍛錬あるのだな。そうだよな、そうだぜ。俺のヒーロー伝説はこれから始まるんだ。その息だ、トーマ。そしていつの日か俺に。ああ